皆さんこんにちは。あなたも楽しくオカリナを。私が崎実です。いつも私のオカリナ演奏の動画ご覧いただきましてありがとうございます。今回はオカリナを上手に吹きたかったら準備をしようというお話です。準備、まずこういう方がいらっしゃいます。オカリナを吹くときにという感じで構えると同時に音を出すっていう形で、これは準備をできていない状態なんですけれども、で準備をできているっていうのはどういうことかっていうと、楽器を構えるときに、まず構えから来て、今ミの音なんですけれども左手完全に塞がっているっていうのを指の腹で穴の縁を全部確認して、右手も全部確認して、でそれから落ち着いてゆっくり息を吸って、でそれからどのぐらいの強さの息を出せばいい音が出るかっていうのをきちんと予測しながらって出す。これがね、準備をしてから音を出すっていうのがこういう状態です。で、こうすると、その人のレベルで、ものすごく上手に吹ける可能性が高いわけです。で、上手な、その人のレベルで、やっぱり準備をしないと、上手に吹ける可能性が低くなりますので、必ず準備をしてから吹き始める。まあ、これは曲の最初ですとかね、そうですね、そういう形です。で、これ曲の最初だけではなくて、曲の途中でも言えることなんです。例えばこんなフレーズがあった場合、ドソドですね。高い方のドドソドで、次が低い方のドソド。もう一回ちょっとやってみますね。こんな形ですね。で、まあ音が3つなんですけれども、まあ、4拍目が休みなんで、その4拍目の休みの時に次の音の準備をするっていうのが重要です。この場合ドソドの後、次は下のドなので、その下のドの準備をその休みの時にする。やってみますね。こうしっかり準備が終了していて、終了してから吹くっていうことですね。で、これだとうまくいく可能性がすごく出ます。準備。ですね。で、これ準備をしてないっていうのはこういうことになります。なりますね。これまあある程度吹けちゃってますけれども、これ初心者の方ですと、その瞬間にこう動かすっていうことだとこういうことになりやすいですよね。こうね、ドがね、しっかり塞がってないっていう状態になりやすいので、しっかり準備さえすれば、ある程度ね、ドがしっかり出せるのに、準備をしなかっただけで、これだけね、上手に吹けなくなってしまうってことなので、準備をするっていうのは重要かなと思います。で、この場合、右手の場合は、穴の真上にね、穴の真上に準備しておいて、で、下ろせば、真下に下ろせば穴が塞がるっていう準備が必要なんですけれども、例えば、こう、全部、真上に上げていたつもりでも、こう、左手だけこう動かしてると、まず初心者の方の場合、左手こう、動かしてると、左手ばっかりに意識がいっちゃって、こう、右手がね、準備、こう、きちんと真上じゃなくなってきちゃう、ずれてきちゃう。こう、ちょっとずつこう、ずれてしまいますね。で、ちょっとずれているんだけれども、自分では真上にあるつもりで下ろしても、やっぱり穴に行かないので、やっぱりその右手を使う直前にきちんと準備するっていうことが重要になります。どんな指の形していても。これが真上に上げている方もそうですし、あるいはこんな風に持ってらっしゃる方でもそうです。この時のドシラソの時にはもう準備完了していて、真下に下ろせば OK っていう形でね。ですので、右手がどういうふうに持とうと、そういうことは別にどうでもいい話で、その右手を使うときに準備完了していれば OK なわけですね。で、逆にこの真上に上げている上げ方やっている人は、その違いがよくわからないので、逆に初心者の方の場合は、こう違う形をしていた方が逆にすごくわかりやすいので、準備完了っていうのが分かりやすいので、その方がむしろいいんじゃないかと思うぐらいなんですけれども、だから真上に上げていてるつもりでも準備してないのはダメです、はい、必ず準備をすれば上手に吹くことにはできます。
今日はこれで終わりにします。どうもありがとうございました。